ニュースのお時間です。ナビゲーターの増座です。現状、大関さんと西山さんのバトルが激化しております。流れとしては、マスラオにて、西山さんは手も足も出ず、ボロ負けしました。けれども、喧嘩なら負けない。3ヶ月練習すれば負けない。言い訳と、リスリが続いておりました。この時、西山はわらびで一人暮らしをしておりました。 元々は他人が契約した物件で、そこに万年さんが住み、西山も上がり込んだ状況です。けれども、二人は割れてしまい、西山が大屋と契約しない状況のまま住み続けておりました。西山を退去させるために、借り主が大関さんに委任状を作成し、鍵を交換して追い出した形です。それに対して、西山は二年間住んでよいと言われた録音がある。だから、 俺は勝てる。まあ、見ていてくださいよ、と名言を残しております。この争いの結末はどうなるのでしょうか。ただ、少なくとも、今回の騒動で、西山は再生数が上がり、少し懐が良い感じになっていると言えます。では、個人的な感想を述べると。見ていてくださいよ。すでに狼少年状態となっており、信用を担保するものが、何一つないわけです。 何を根拠に信じてよいのか。実は、先ほど、西山は騒動で再生数が伸びたと申しましたが、チャンネル登録は減っているんですよね。それに対して、大関さんは伸びております。これが何を意味するのかです。あくまで考察になりますが、既存リスナーの何名かが、いい加減にせと離反しており、大関リスナーが様子を見るために、ライブを聴いているという図式になると思われます。 ということは、大関さんにいじってもわらなければ、飯が食えない状況となってしまう恐れがあるということです。しかも、その道も、自利品となってしまいます。取るべき道は、何なのかです。必死に努力して、信用を取り戻すこと。または、全く違ったジャンルへ行き、そこで目を出すしかありません。後者の場合は企画力並びに、編集力、さらには、 運営資金も必要となります。目が出るまで、食いつなぐ資金も必要です。少なくとも、数字で把握すると、すでに、西山は食われております。どうなっていくのでしょうか。今回の騒動の結末一つで、今後の生活がかかってくる気がします。もういい加減、なかったことにできないと思われます。